ソフトバンクの柳田裕樹が流れるような鬼形でタッチアップを阻止したソフトバンク4、3日本ハム、6日、ペイペイドームソフトバンクの柳田裕樹外野手が流れるような鬼形でタッチアップを阻止した6日にペイペイドームで行われた日本ハム戦で右翼から三塁へドンピシャの後返球。 相手も拍手するしかないような見事な強肩にアウトなのに新庄監督うれしそうとの声が上がっている同点で迎えた3回1・1・2塁の場面で石井が放った打球を右翼の柳田が補給したすると二塁走者の江越は快速を飛ばしてタッチアップ柳田は流れるような無駄のない動きで右腕を振るとすさまじい送球がワンバウンドで三塁手のミットへ 日本ハムの新庄監督もやられたという表情でうなずいたパーソルパリーグテレビ公式 YouTube は「親類許さず」「柳田悠岐」「ギータキカタエゴ越のタッチアップを許さない」とのタイトルで動画を公開 取るまでゆったりなのにそこからの力強さが異常すぎる、スターすぎる、圧倒的なスター、無双すぎる、軽く投げてるように見えるんだけどなとのコメントが寄せられている。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。新庄監督はエゴシのチャレンジに喜んだのでは柳田といえど毎回させるわけではないし、これを見立た,た球団はどんなフライでもタッチアップすることを考えない。 といけなくなくったはずそうなると焦って落球や冒頭の可能性が増えるし今後につながるプレーだったと思う新庄剛志は野球の良いプレーには全力で応える人間だからな敵味方関係ない彼は現役の頃から野球が大好きだった他の米主様も書いてあるけど柳田のレーザービームに加えてしっかり次の塁へチャレンジしたエゴシオも称えてるんじゃないか どちらにせよ、見ていて気持ちよくなれる全力のぶつかり合いですね昨日のあれはゆったりとって完全に走らせにいってるのが見え見えの中走らせてアウトにしてる取る前のダッシュからすべてが完璧だったけどそれでもランナーはあそこは走らないとねもしアウトにできなかったときは相当のダメージになるし柳田選手はスーパースターだね それに近藤選手この2人がいる SB は強いわ SB かオリかこの補給からの送球からのホームラン無言のアピだねだからといってギータすごいギータなら仕方ないよねじゃダメだと思うこれってアウトなのに嬉しそうってどこで判断したの全然そう思わないんだけどタッチした後の栗原の動きも良い マスクしていて表情はわからなかったけどあれはエゴシの無謀な走塁なだけフライも浅かったしギータでなくてもアウトだろ。あれはほとんど毎回させる走塁に呆きれて笑ったんじゃないの。